こんにちは。阿行中央総合病院薬剤部の岸優一です。私は日本在宅薬学会初間健二理事長と出会い、薬剤人生が変わりました。患者さんに寄り添い、薬物治療に責任を持つ薬剤師を、ぜひあなたも日本在宅薬学会で一緒に目指しましょう。